僕は役者として成功することを夢見ていました。その夢を叶えようとアルバイトをしながら演技の勉強をし、自分の可能性にかけてみようとハリウッドへ行ったんです。英語の勉強をしながらオーディションも受けました。でも結局役者としての成功を手にする夢は叶わなかったんです。実は僕は学生時代から興味を持っていた潜在意識、引き寄せ、スピリチュアルの知識を10年以上実践してきていました。とても真剣に。夢を叶えた成功者たちの本を読むと、輝かしい成功体験やメソッドが語られています。中でも多くの人が参考にしているのが、有名な潜在意識の理論だと思います。潜在意識に刻まれた思考はやがて現実になる。つまり、思考が現実になると言われますが、本当にそうでしょうか？思考していることが現実になるなら、幸せになりたいと思考すれば叶うはずです。でも叶わない。なぜでしょうか？実はこの理論には落とし穴があったんです。それは、思考していることが現実になるのではなく、思考の根底で感じていることが現実になるという点です。つまり、思考が現実になるなら願っているのに叶わないのはおかしいと思った場合は、おかしいという不快感を感じているので、不快な現実がやってくる。こんなに頑張っているのになんでうまくいかないの？と感じていたら、やはりうまくいかない現実が目の前に現れるということなのです。思考していることが現実になるのではなく、感情が現実を作る。10年以上もの長い間、潜在意識の勉強をしてきましたが、このシンプルで奥深い真実に、僕は全く気づくことができませんでした。理解できていないメソッドをやっても、うまくはいきません。うまくいかない経験が増えれば増えるほど、疑い深くなり、自信を失い、疲れ果てていき、どんどん負の無限ループにはまっていく。倒れる寸前のエネルギー切れのような状態になっていたんです。こんなことで夢が叶えられるはずがない。僕がそのことに気づいたのは、現実に失望し、役者への夢を諦め、レストランのホールスタッフとして普通に働くようになった頃でした。絶対に役者として成功しなければならない、という呪縛から解き放たれると、肩の荷が下り、次第にエネルギーが戻り、毎日が楽しくなってきました。すると、不思議なことに、物事が急に好転し始めたんです。失望の日々から解放されたことで、感情が豊かになり、自由で穏やかな日々と新しい仕事が始まり、収入はわずか1年半で10倍になりました。思考のさらに奥底で動いていた感情が、そのまま現実になったのです。僕が実感したのは、どんな人も自分の持つエネルギーを元の位置、つまりゼロポイントに戻すだけで、夢を叶える力が戻ってくるということ。そして、日々自分だけの心地よさに意識を向けて過ごすということ。心地よさを感じていれば、いつも元気でいられます。心地よさを感じていれば、心地よい現実がやってきます。努力をしなければならない、と感じてきた人たちからは、それだけ？と言われそうですが、そうです。これだけで十分です。疲れ切っているのに努力をする必要はありません。疲れたら、まずエネルギーを戻す。そして、心地よく過ごす。勉強するなどの努力はその次。つまり、順番が逆なんです。僕にはうまくいかなかった経験が山ほどあります。僕が長年の失敗を通して気づいたように、皆さんにも自分には力があるということに気づいてもらえたら嬉しいです。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は不安が希望に変わるゼロリセットマジックという本をご紹介します。著者はケンジさん。現実創造研究家として、YouTube をはじめとした様々な SNS でご自身の実体験をもとに、どん底から人生を好転させていく方法を発信されており、オンライン講座を受講する方は3500名を超えているそうです。潜在意識や引き寄せ、スピリチュアルなど、いろいろな本を読んだりしているけど、どうもうまくいかないんだよな。そんな悩みを持たれている方はいらっしゃいませんか？
ポジティブに、願いを現実に、そう思えば思うほど空回りしてしまう。役者としての成功を夢見ていたケンジさんも、そのような人生を送っており、その夢を手放すことになってしまいました。しかし、そこからある気づきを得たことにより、人生がぐっと好転していったというのです。それが、ゼロリセットとのことなんです。引き寄せ、スピリチュアル、脳科学などの知識を、ケンジさんなりに咀嚼し、アレンジしたコンセプトなのですが、その構造はとても論理的で納得感のあるものになっています。本書には、ゼロリセットの基本から応用まで様々な情報が紹介されておりますが、本動画ではその雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。思考は現実化していた。現実を変えるために、僕が今まで学んだ潜在意識や引き寄せの法則などの書物には、必ず思考が現実になると書いてありました。思考、つまり考えていることが現実になると解釈していた僕は、役者として成功している自分を毎日しっかりと思考していた時期がありました。しかし、なかなか現実にならず、僕はこの理論を疑い始め、一度は信じることをやめました。ところがある時、本当に信じていること、感じていることが現実になるんだ、と理解できたのです。例えば、成功したい、と思った時は、心の奥底で何か感じています。僕の場合、どんな感情だったかというと、不足感。今は成功していない、ということ。これこそが真実だと自分で分かっていたからです。つまり、潜在意識で成功している自分を思考するたびに、心の奥底では潜在意識に成功していない自分というイメージを送り続けていたわけです。その結果、意識の 90% 以上を占める潜在意識によって、成功していない自分という思考が現実化していたんです。もしも皆さんが過去の僕と同じように、いろいろ頑張っているのにうまくいかないのなら、潜在意識に刻まれた思考と感情が現実化するという仕組みをしっかりと理解する必要があるんです。何々しなければと思考するのは手に入らないと確信しているから。自分の夢を叶えようとしている状態と自分の夢が叶ったと知っている状態では雲泥の差があります。自分の夢がほんの少しでも叶っていれば次のステップが見えてきます。夢を実現するために必要なものも具体的になっていくので、楽しみながらステップアップしていくことができるはずです。一方、夢を叶えようとしている状態では、辛い、苦しい、不安など、嫌な感情を抱えながら頑張ることが多いのではないでしょうか。叶えたい夢がある。でも今は自信がないから勉強する、努力をする。以前の僕がそうだったように、多くの人はそう考えるのではないでしょうか。夢を叶えるために努力をするのは、自分に不足しているものがあると思考し、努力をして頑張らなければ叶わないと感じているからです。この場合、潜在意識に刻まれるのは、不足感のある自分、努力しなければ叶わない自分であり、やがて潜在意識によって今感じている叶わない現実が作られていきます。いくら潜在意識で夢が叶った自分を思考したところで、潜在意識にこんな夢を叶えるのは無理と伝わっていたら叶うはずもないんです。潜在意識を知るだけで現実を変えるのが少し簡単になる。ここで改めて潜在意識について整理しておきましょう。人間には潜在意識と潜在意識があります。潜在意識とは自覚できる意識のことで、論理的な思考や理性、知性、判断力などがそれにあたります。一方の潜在意識とは、意識全体の 90 から 97% を占める、普段は自覚できない意識で、感情や感覚、直感、記憶などを示します。人には、生きるために自分を守らなければいけないという本能がありますが、そうした本能や本能的欲求を司るのも潜在意識です。
また一度の失敗がトラウマになって苦手、怖い、やりたくないと感じてしまう思い込みも潜在意識に溜め込まれています。普段は認識していなかったのに自分に意外な思い込みがあって驚いたということは誰もが経験しているのではないでしょうか。例えば幸せになりたいと言いながらもその裏に幸せになることは難しいという思い込みがあると、幸せになった時の感情を思い浮かべてくださいと言われても全く感情が出てこないことがあります。幸せになるのは難しいと潜在意識に刻まれた価値観を幸せになるのは簡単に書き換えていくためには、まず思い込みに気づき、原因があれば取り除き、日々小さな幸せを体感していくことが大切です。なぜ体感することが大切かというと、潜在意識は感じていることをあなたのオーダーだと受け取るからです。現実を作るのは潜在意識の役割ですが、感じていることを決めるのは自分自身の潜在意識。これを理解すると人生の可能性が広がるんです。潜在意識には嘘が通用しない。例えば恋愛は簡単だ、仕事は簡単だと思う人は恋愛や仕事に関する結果を簡単に手に入れています。でも恋愛は難しいと思っている人はずっと難しい。なぜこういうことが起きるのでしょうか。このからくりは、簡単だと思っている人は軽やかな気分なので、潜在意識が軽やかな気分になる現実を用意し、難しいと感じている人は重苦しい気分なので、お望み通り気が重くなるような現実が用意されるということです。大切なのは、恋人が欲しいと思っている時の感情がプラスなのかマイナスなのか、これが夢が叶うか否かの分かれ道です。恋人が欲しいけど今恋人はないはマイナスの感情に、恋人が欲しいきっと未来にあるはプラスの感情です。潜在意識はあなたが感じていることをあなたのオーダーだと受け取るので、言葉の裏にマイナスの感情が隠れている場合、マイナスの現実がやってくることになります。同じように、幸せになりたいと願っても、私は幸せ、感謝していますといくら言ったところで、マイナスの感情を感じていたら夢は叶いません。潜在意識には嘘が通じないからです。そこでおすすめなのがアファメーションです。これは潜在意識に自分の望むことを語りかけて実現していく自己暗示のようなもので、スポーツの世界では普段から試合のイメージを自分のものにするためによく使われている方法です。僕自身が使っていて最も効果があったのが、語尾になりつつあるをつけるアファメーション。私は幸せになると言い切るとギャップが大きく感情がざわついて嘘になってしまう場合がありますが、私は幸せになりつつある、私はお金持ちになりつつあると現在進行形の言葉にして使うことで、自分にとって嘘ではなくなり、感情の不一致も起こりにくいので、現実と理想に橋を架けることができるからです。ゼロポイントリセット。現実がうまくいかない、一体どうすればいいんでしょうか。うまくいかないときは行動しても結果が出ないし、感情も出てこない。それでも何かをしなければならないと焦り、なかなか睡眠も取れなくなり、どうしていいかわからない。これは本当に辛い状態だと思います。僕も長い間そんな状態の繰り返しでした。ですが、役者として成功することという夢を追いかけるのをやめ、成功しなければならないという自爆から解放されて、毎日を安心して過ごせるようになると、なぜか急に現実がうまく回り始めたのです。その時に気づいたのが、エネルギーが低い状態でいくら頑張っても夢は叶えられないということでした。エネルギーが高ければ気分も良くなり、発想が軽くポジティブになり、物事がスムーズに動くようになります。夢を叶える力も強くなります。でもエネルギーが低ければ気分が悪くなり、発想が重くネガティブになり、夢を叶える意志もなくなってしまいます。低エネルギー状態を脱しない限り夢は叶いません。
横軸をエネルギーの量とすると、ちょうど中心の0ポイント、これは誰もがもともと持っているエネルギー状態、子供の頃のような元気な状態で、ネガティブでもポジティブでもなく、思い込みがないパワフルな状態を表します。0ポイントの左側がエネルギーがマイナスのネガティブゾーン、右側はエネルギーがプラスのポジティブゾーン。ポジティブゾーンにいるときは心地よいものに意識が向いているので、自分が望む理想の未来の方向にエネルギーが進み、次々に自分の目標や夢を叶えて上昇気流に乗っていくことができます。一方、ネガティブゾーンにいる場合は、過去の自分が作った今の現実を変えたいと執着しているため、エネルギーが過去に向いてしまい、負のループにとらわれて未来へと進んでいくことができません。今の自分は過去の自分が作ったものです。その自分や今の現実が気に入らない、うまくいかないと嘆いても、過去に作ってしまったものはもう変えられません。それなのに今の現実を変えたいとしがみついているのは時間の無駄遣いだと思いませんか？自分がネガティブゾーンにいる時の特徴があります。うまくいかない、無理かもしれない、叶わないというネガティブな思考が止めどなく押し寄せてくる。感情が湧かず、エネルギーが湧いてこない。何年も負のループから抜けられずにいる。どれかに当てはまるなら、現実を変えたいという思考で頑張るよりも、重い荷物を手放して、エネルギーをゼロポイントまで戻すことを考えてみてください。そうすれば、現実は動き出していきます。しなければならないという重たい思考を手放した後は、日常で自分の好きなこと、心地よいことに意識を向けていけば、エネルギーがチャージされ、気分も良くなっていくはずです。エネルギーがゼロポイントまでリセットされれば、ベースの感情が心地よさに変わるため、潜在意識と顕在意識の不和がほとんど起こらなくなり、人生がガラリと変わっていくんです。現実を変える最良の方法は、心地よく自分に正直でいること。現実を大きく好転させていく方法は、とてもシンプルです。現実を変えなければならないと必死になり、焦り、不安になるほど頑張っていることに気づき、それらを手放す。そして、自分の好きなこと、心地よいことに意識を向け、日々を心地よさで満たしていくこと。ただ、それだけでいいのです。ただし、潜在意識は手強いです。いつもそばにいて、あなたがつぶやいた愚痴も、怒りも、悲しみも、すべて受け取っています。あなたが心から楽しんでいるのか、心地よさや充足感を感じているのか、やりたいことをやっているのか、やらないで後悔しているのか、まるでチェックをしているかのようです。そんな潜在意識への対策はただ一つ、自分の気持ちに正直になること。映画が見たいと思っているなら、仕事が忙しくても見に行く。テーマパークに行きたいと思ったら、一人でも行く。食べたいものがあったら、少し遠くても食べに行く。できる限り、やりたいことは全部やってみてください。そして、自分が好きなこと、心地よいことをしているときは、満足感をたっぷりと感じるようにしてください。少しでも迷ったときは、自分にとって心地よい選択をする。このくらい徹底してやらないと、この人は満足しているんだな、ということが潜在意識には伝わっていかないのです。現実を変えようと頑張っていると、どうしても変えたいところや不足の部分に意識が行きます。時間があると、何々しなければならない、と不安を埋めるだけの思考をするのも習慣になっていると思います。不足に目を向けるのではなく、充足に目を向けてください。過去の反省をするのではなく、今を生きてください。心地よくいることは、生き方を根本から変えるということです。今に満足を感じていれば、あなたが望んでいた満足を体感するような素敵な現実がやってくるんです。皆さん、いかがでしたか？ゼロリセットの流れを感じていただけたのではないでしょうか。様々な知見とご自身の体験をもとに、プラスの感情、プラスのエネルギーこそがポジティブな人生を創造するポイントなのだという考え方を作り上げられていらっしゃいますが、このアプローチは特に近年、
ビジネスの世界でも注目を浴びつつあるアブダクションというものに近いように感じます。アブダクションとは、驚くべき事実があるときにその理由を説明する仮説を考える方法で、目の前に見えていないことを新しく発見する力として注目されています。ケンジさんの場合は、とにかく人生が好転したという事実をたどると、プラスの感情の時に好転した、プラスの感情はプラスのエネルギーが作るという前提が見えてきて、プラスの感情、プラスのエネルギーがきっと人生を好転させる鍵なんだろうと繋がったのではないでしょうか。本書を読むと、とにかくケンジさんの考え方の分かりやすさが印象的で、これまでいろいろな本を読んで疑問が出てきた方にも納得感のある内容だと感じました。そして実は、本動画でご紹介したのは本書の基本中の基本、プロローグと言っても過言ではない冒頭部分だけなんです。本書にはゼロリセットしていくための様々なノウハウ、現実が変わっていく兆候の捉え方、ゼロリセットのさらなる応用方法などが満載で、こちらがメインとなっています。気になる方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。